だけど今日例えば赤字になっても、明日儲かりますよ、きっと。まあ、やっぱ仕入れは大変ですよね、その分。で結局仕入れ、まあうちはこの値段でやってるっていうのは分かってる、やっぱ取引先さんがみんな協力してくれるっていうのは何よりも一番ありますかね。で、またそこで、まあ例えばちょっと安く手に入ったとするじゃないですか。安く手に入ったからその分儲けようって思えば簡単なんですけど、まあその分盛り付けちゃうみたいな感じですね。あんまりこう、お金の計算だけ先立っちゃった弁当っていうのもつまんないですよね。だけど今日例えば赤字になっても、明日儲かりますよ、きっと。あれ明日儲からんでも来月儲かりますからね。でも僕、やっぱ自分のその商売のその師匠にやっぱ言われたのが、まあ要するにまあ、いっぱい一回勝負かけるなって言われてるんですよね。毎回儲かる商売なんてあるわけないって。うん、前の日、もうほんと深夜。要するにその、いわゆる未明前、23時59分前に起きてるって感じですね。だから、まあ、ここまでやって、まあ、なんとか食っていけるかな、みたいなね。なんだろう。いや、確かに食い物には困らないですよ。見ての体型ですからね。食い物にはおかげさまで困らないし、まあ、逆にだから自分の商売でよかったなって。火を照らないっていうかね、本当にまあ、要するになんか、なんていうんですか、この、普段で言うと、その、普段の生活の延長線ですよね。お母さんが作ってくれた弁当であったりとか、なんかね、そういう、なんていうんですかね、まあ、家族の大事な人に向けて作るものみたいなね。うっす、ありがとうございます。
これも全部使い切っちゃったよ。わかりました。よし。よし。ダーンって感じだね。オッケー。みんな喜んでくれると思うよ。うちわみたいになった。うちわみたいになった。入らないね、だけどね。こうやって3袋割ったんで、左のフライ行きますね。はい、わかりました。やんでる、オッケー。オッケー。よし、いけるぞ。大丈夫？終わっちゃったね。地震来てすぐに雨っていうのにかわいそうすぎますよね。よりによって。どうやって食べんだよ、これ。ねえ。蓋があれかな。ゆっくり返して食べてくださいって。
します。あ、開き、金華様、開き、開き、でっかいよ、って書いてるね。中身。マットです。はい、ごぼうと、レンコンの、ごまえ。ごぼうとレンコン、ごまえ。具材。具材、大根。これ。どうぞ。どうぞ。高松。次のお客様どうぞ。魚中だ。はい、どうぞ。あ、じゃあ取ります。次のお客様どうぞ。魚中だ。魚中だ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。あ、ありがとうございました。魚2つ。魚2つ。魚と魚玄米。魚と魚玄米です。どうもありがとうございます。次のお客様どうぞ。どうも。これ何じゃ。お疲れ様です。お決まりでしたらどうぞ。
三連休今日600円になって非常に嬉しいです。これ日替わり大盛り一つと魚玄米中盛り一つ、あと丼一つとスープ2つ。熱いからね。ありがとうございます。いや、まだまだ、たぶんこのままで、1時間ぐらい、このままで、まだ始まったばっかり。じゃあ、私、今、麺からのご用意なら、できます。麺から、お